さあ、受験生の進路が決まる時期になってきましたね。ですので、こういう動画など出してもいいんじゃないかということで、以前から考えていた企画がございます。まあ、こちら書きました通り、スタディサプリの関正夫先生。で、その関先生のツイッターですね。期日は2021年1月の23日。で、内容はこういう感じでございました。そうです。スタディサプリさんの CM 撮影ですよね。そちらの件でございます。私はそれを拝読しまして、8秒か。8秒で何ができるかな、まあ、ちょっと思いました。で、8秒でこう、視聴者の皆さんにですね、ゴーッと言わせるようなですね、インパクトの内容、何かあるかな、まあまりにも短時間なので、まあこれならできるんじゃないだろうか、と思って、まあ頭の中でシミュレーションしております。で、8秒で間に合うとはちょっと思えないんですね。ですが、100分って15秒。で、なんとか10から15秒ぐらいで仕上げたい。今ちょっとそういう思いでおります。まあ、予行演習なしの方がまあ面白いかと思いますので。で、今からこのホワイトボードに情報を書いてですね。で、撮影をして。で、編集をしたところで、8秒で収まると OK。ただ、なんとか10から15秒ぐらいに収まるよう行ってみたいと思います。では、ご覧ください。A、E セット B。略は A の代わりに B。より A ではなく B。つまり、not A, but B。こう理解すると OK。だから、instead の左側、否定語は必要。よって、instead の左側に空所がある。そういった場合は、否定語を探す。よって3番が正解。さて皆さん、8秒で終わったでしょうかね。まあ、なんとか15秒以内に収まるんじゃないかって感じがしますが、今から編集をしますね。さあ皆さん、編集を終えましてですね、時間を確認してみました。まあ、13秒ということで。まあ、改めて編集して分かったことはですね、まあ、8秒でまとめ上げる関先生すごいなと、まあ、改めてですね、感謝次第でございます。皆さん、先ほどもお伝えした通り、インステッドみたいなですね、左側、もしそれが空小重問題であれば、皆さん否定を探してほしいんですね。まあ、今回は not 例にとりましたが、 no longer never、 そういうのが意外と選択肢の中に放り込まれてますからね。で、おそらくそれが正解になってくる可能性が高いんじゃないか、そういうふうに考えて検討していただけると OK です。で、逆に皆さん、こういうふうになってた時も同じ考え方ですね。つまり、空小の左側に否定語がもうすでに存在していると。で、そしたら選択肢の中から何を見つけるのかという時に、まあ基礎的なことではございますが、バットが出てくる可能性が高いですね。そして皆さん、経験済みかもしれませんが、ラザーなんかも出ますよね。で、あとは今回ご紹介したインスタント、こういうものを皆さん中心に選択肢の中から探していただけると OK です。で、念のためスクリーンショットする方はどうぞ。ありがとうございました。